APL はプログラミング言語の一つで1957年のケネス・アイバーソンによる草案に基づいた独特の表記法を用いる。処理系の実装はほとんどが対話型インタプリタである。特に多次元配列の柔軟な処理が特徴である。APL はプログラミング言語の略であるが言語の特性から時に配列処理言語などとされる。APL は 他の多くのプログラミング言語と異なり APL 記号と呼ばれる特殊な記号を用いるがこれにより計算式を極めて簡潔に記述できる IBM セレクトリックタイプライターのゴルフボールインジヘッドに APL 文字を載せたものを使った IBM 2741キーボードプリンター通信端末などを利用した特殊な記号の扱いに関してはキーボードからの入力については これを支援するため、キートップに貼るシールや交換用キーキャップ、果ては専用キーボードもある。情報交換用内視計算機の内部表現としては、従来は1バイトの文字コードを切り替えるなどしていたが、ユニコードでは、その他の技術用記号に収録された。出力は、初期には IBM セレクトリックタイプライターのゴルフボール上のタイプボールを専用のものに取り替えて印字された。 V のグラフィックによる文字表示環境を利用した処理系が作られたこともあった。現在は前日のユニコードフォントが使われる。APL ではプログラムを非常に簡潔に記述できるが、その反面、過読性に乏しく書き込み専用メモリというジョーク由来の書き込み専用プログラムとか他人の書いたものを修正するくらいであれば、新たに書き起こす方が早いと言われることもある。 1957年に草案された記法は、1962年に著書 A プログラミングランゲージとして発表された。続いて1964年にプログラミング言語処理系として実装された。1966年には IBM システム360上の OS、OS360 上での処理系の実装の APL360 が発表された。 APL はタイムシェアリングシステムで利用できる対話型インタプリタのある言語として注目を集めた。しかしながらフォートランほどに普及することはなかった。マイクロコンピュータからホームコンピュータの時代には CPM 上に構築した APL80 があり、端末によっては APL 記号を扱うことが可能であった。1976年にビル・ゲイツが書いた ホビーストたちへの公開上には、ゲイツがインテル8080 80や MC6800 向けの APL を作成中だが、完成しても違法コピーされるためホビーストには提供できないと書かれている。しかし、結局完成はしなかった。日本では日本 IBM からの販売のほか、1980年代に株式会社アンペールからノート型の APL マシン。 WS-1 が発売された。APL を発展させた言語に J がある。主な変更点の一つに ASCII だけで表記するようにした点が挙げられる。APL は他のプログラミング言語と比べ特徴的な演算機能を持つ。特にスカラ値だけではなく配列も式中の演算の直接の対象にできるという原始的なジェネリックプログラミングの機能がある点と W ホールド等に類似した高品関数に相当する機能がある点が特徴である。ここでは APL の基本的な演算機能について述べる。それぞれ英語ではファンクションとオペレーターで、ここでは訳語は日本 APL 協会が配布している。さえぐさき役 APL2 の紹介のそれに従っている。APL では全地演算しないしを経演算子のように使う。 記号列を関数、関数を対象として操作する公開関数の意味を持つ記号列を作用詞という。公開関数をオペレーターとするのは解析学における作用素から来ており、作用詞の語も作用素から来ている。まず、四則演算の関数を中置けで使う例から始める。一般の算術の式では3プラス2から1は左から右の順で、 マイナス1の意味とするのが一般的なルールだが APL では右から左にの意味である。さらに APL にはこの右から左のルールしか存在しない。例えば一般の算術では左から右の規則より優先するルールとして加減算より上除算が先というルールがあり、例えば1プラス2、3プラス4はプラス4の意味である。これに対し、 APL では、乗算も加算も、同様に、右から左のルールに従い、となる。APL では、同じ記号列を全置演算子の形でも、中置演算子の形でも使い、それぞれで意味が違うという、一種の多重定義が、多用される。APL の用語では、一項、二項という、他の言語でも、例えば新言語ではは乗算の中置演算子で、あると同時に、 全置演算子としては、ポイントのデリファレンスである。しかし APL では、ほとんどの関数が1項と2項それぞれの意味を持つ。例えば、は、全置では会場を表し、例えば、5、は120を返す。しかし中を受として使用すると組み合わせの数を表し、例えば2、5、とした場合、10を返す。前の節で述べたように、優先順位がなく、 常に右結合であるため、文法の曖昧性の問題はない。APL の特徴の一つに配列演算、すなわち配列同士の演算が可能なことが挙げられる。例として123456という式を評価すると、それぞれの要素ごとに加算を行い579という配列を返す。この場合2つの配列は同じ長さでないとエラーとなる。全知記法で使用した場合でも、 同じく各要素ごとの演算結果を返す。234? は、各要素の解乗を要素とする配列を返す。この場合は2624となる。ここでは、内積と外積と呼ばれる作用詞を例として紹介する。これは、積を演算詞として取り、それによって定義される内積と直積を計算する演算詞を返す作用詞と解釈できる。内積の作用詞の記号は、 であり、とすることで、二つの関数を以下で説明するように合成する。例えば、987、654? とした場合、まず後の関数を各要素ごとに適用し、968574となる。この結果の要素間に、前の関数を入れた計算である、968574? が、全体の意味であり、評価すると得られる値は122である。なお、 右から左のルールがここではのように聞くことに注意する。この例のように2個の1次元配列に対しを×のように使うとベクトルの内積の計算となり、同様に×を2次元配列に対し使うと行列積となるが、これに限らずは他の関数とも組み合わせて使うことができる。外積の作用紙の記号列はでありとすると、 配列に対して以下で説明するように関数を適用する。例えば、123、4567とした場合、という計算が行われという二次元の配列を返す。ありがとうございます。